はい、皆さん、こんにちは。はい、ブラックのけいちゃんです。ということでね、カラスのけいちゃんなんですけども、えっ、ー、とですね、今回の動画に関してですね、えー、ちょっとね、前半部分ということで、えっ、ー、とね、 経験問題もしくはですね、ANMEA AN にかかるね、ズブズブ関係ということで、私のね、妄想的なですね、独り言的な動画をね、前編部分ということで、前半部分ということでお伝えさせていただきましたけども、今回はね、その後半部分ですということでね、えー、すいません、一本にまとめればいいんですけどね、なかなかですね、私の喉の調子も悪くてですね、結構ね、分けて配信をさせてもらっておりますというような中でですね、 えー、その前半部分でね、えー、ちょっといろいろお話をさせてもらいましたけども、A のみやけと MUFG、そして MUFG と、えー、その F 大ということで、そこら辺のズブズブ関係ということをね、いろいろお話をさせてもらいましたというようなことでですね、えー、一応ね、そのね、前半部分に関しては終了画面貼っときますねということなんですけども、えー、今回はそのね、後半の部分ということで、後編ということで、 前半の部分でね、ちょっとお話をさせていただきましたけども、まずこの F 代はですね、えー、のある、ね、資金調達方法等ですね、お話をさせてもらいましたけども、えー、実際のね、今回はですね、まず F 代の、えー、過去のその財務諸表というのをちょっとね、見ていって、要はですね、例えば、 前半部分なんかでもお話しさせてもらいました通り、MUFG とのですね、その支援団体、要はね、寄付金だとか支援金だとか、そういったようなことがないとですね、実際にこの F 代というのはですね、運営がうまくいきませんよということをね、如実にですね、表しているような、まずね、財務書表があります。これちょっとご覧ください。これも公表されているやつなのでね、お見せしますけども、ここら辺もですね、ちょっと前半部分に、 えー、ちょっとリンクを貼らさせてもらいましたけども、PDF でね、えっ、ー、とね、170ページぐらいあるんだけどね、あの、そこに書かれている、実際に具体的に出てるような、その財務諸表の一部です。で、ちょっとね、数字と英文の羅列ばっかしで、非常にね、細かくて申し訳ないんで見にくいんですけども、ちょっと口頭でね、お話ししていきます。でですね、2019年、2020年、2021年度ということで、過去3年間のね、比較ということで出てるんですけど、 えーとね、まずね、赤丸でくぐってるとこ、ろ例えばですね、これガブメントグランツ、これはね、政府等からの、もしくは地方公共団体等からの、えー、俗に言われる補助金ですね。それがだいたいね、えー、毎年、まあ、2000万ドル、これあの、えー、単位はね、1000ドルですので、えー、だいたい2000万ドルから3000万ドルぐらいね、えー、毎年得ているというようなね、収益の一部。 あとは下の方の丸。この方が非常に重要ですけれども、コン o リビューションプライベートグランツ。これは俗に言われるようなですね、各団体からの支援金だとか寄付金だとかっていう名目です。そういったものの収益が、大体は毎年3000万ドル超、まあ多い時では4000万ドル近くのそういったような支援金を得ている。要はですね、この2つを合わせると単純に言うと、毎年ですね、 えー、5,000万から7,000万、えー、ドル近いですね、お金を得てるんですよね。で、ね、こういったようなことを考えると、こういったようなですね、えー、寄付金だとか支援金だとか補助金だとかね、そういったような名目のお金がないとね、この F 代というのは経営がおぼつかないというようなことがね、明確に示されております。で、その下の方にね、あるとおり、これの今度はね、青い。 ここがですね、俗に言われるような営業利益と言われるもので、要はですね、一般的なその収益の部分と、その通常の業務から出てくるような、まあ、人件費だとかですね、実際のその他費用等に、えー、伴ったような費用を差し引いた部分の、えー、金額ということで、営業利益がいくら出てるかということなんですけど、 まあこれ見ていただいてもご覧、まあご覧になっていただいてもね、よくわかる通り、例えば2021年度、まあこれは流行り病の影響ともあるのかもしれませんけども、実際にはね、営業赤字になっているというような状況なんですよね。で、まあその前年度がね、まあなんとか、例えば500万ドルぐらいね、なんとか黒が出てるかな、みたいなね、そんな感じなんですけどね。ということを、まあね、ただ単にこれはね、財務省の分析数値、 数字だけの話ですけども要は何を言いたいかというと前編部分でお話ししてもらいましたようにあるですね地方債というね100億円ぐらいの資金をですね資金調達しているというような実態報告もしましたけどもそういったようなことに加えてですね例えばですけどもこれも前編の部分,部分でお話ししたとおり MUFG からのですね支援金だとか寄付金だとかねそういったようなものがないと この F 代というですね事業母体はなかなかね収益を上げることができないと運営することができないということも分かってくるわけですよねいかにそういったような寄付をしてもらうような団体引いて言えばねあの MUFG グループもその一つなわけですよいかにそういったことを考えてもね私の独り言ですよ独り言ですけどズブズブでしょうっていう感じなわけですよねということでまずね一つねえー、この 実際の f イの財務諸用。これは、ね、PDF もね、えー、実際に概要欄に貼っておきます。ちょっとね、170ページぐらいあるんだけどね。<laughs> まあ、中にありますので。というような話ですね。で、あとね、えー、まずそういったようなことが一つとですね、それとね、まあね、いろいろね、あまあ、案の定ちょっと見ていただきたいんですけども、まあ、今ね、ちょっと、えー、申し上げたのは、その前半部分からね、お話ししていたような、 A の宮家と MUFG そして MUFG と F 台、引いては A の宮家と F 台、そこら辺が全部ぐるぐるっとですね、えー、なってて全部ズブズブじゃないんですかというようなことですよねそれに加えてですねちょっとこれまたご覧くださいということで この図はね、もう皆さんよくご存知じゃないでしょうか。えー、かなりの方にね、もう皆さん、えー、ご覧になっていただいている動画なんかでもご説明しましたけども、要は経験息子のですね、例の3回目の合否発表どうなるかわかりませんけども、そのね、ニューヨークの司法試験の受験資格、どういうふうに得たんですかということをね、過去の動画でもお話しさせていただきました。で、まあ、この図自体はね、今回その、何、えー、て言うのかな、 細かいところをご説明しませんけどもまあ,あの過去の動画をねご覧になってくださった方はよくご存知の通りですね単純に言って経験息子がね通常は3年間で取らなきゃいけないようなね JD コースの単位を何で2年間で取得できたんですかっていうようなことでこれはねやっぱり英文で20ページぐらいずらっと書いてあるような F 札のですね学部要項的なものを全部ね見ていくと全て書いてあるんですけども 基本的には私立大学ですので、学部長もしくは学長のサインがあればですね、全部 OK になっちゃうというの部分が大きな一つ。あとやっぱり一番大きな点としては、このね、今ご覧になっていただいているような図の中で、特にですね、赤字で書いてある真ん中辺にね、赤字で書いてある通り、要はさっき言ったように、なんで JD が2年間で卒業単位が取れるんですか要は、これはもう過去,に過去に何回もお話ししてますけども、 えー、例えばね、大総合法律事務所での実務経験だとか、それこそ UFJ の実務経験だとか、引いてはですね、アナウンススクールのアスクでのね、えー、そういった、ね、修学経験だとかね、えー、当然その一橋大学のね、えー、取ったようなあの専門学校みたいなね、そういったな単位だとかね、もしくはその LLM の1年目の単位、そういったようなものを全部組み合わせると、結局 JD のの と必要なですね、取得単位が83位ということが言われてるんですけどもそこら辺も全部ですね、えー、要は単純な話ね何にも受けてなくてもそれだけで単位は取れちゃうんじゃないのみたいなねそういったようなこともはい私のね一人想像ですみたいな <laughs> 空事ですけども一人とですけども,一人ごとですけどもそんなようなことも過去からのね実際の 全然ね、KK 息子が JD のコース通ってるところ見られませんね、というようなことも考えてもですね、このズブズブ、えー、関係の中からね、なんとなく思えてきちゃうと。で、今言いましたように、それこそね、総合法律事務所だとかね、それこそ UFJ だとかね、えー、それこそアナウンススクールだとかね、一橋もそうですよ、こういったようなところ。 あとは前編部分でお話ししましたように、A のみ宮家でしょあとは F 代でしょ皆さんどうですか今こういったようなことで全部ね、前半からね、お話しさせてもらっているように、すべてこの経験負債に関わっている団体が、その、相手言っちゃいますよ。あえて言っちゃいますけども、A のみ宮家を中心として、全部ズブズブでしょっていう話ですよ。何回も言うけど、独り言よみたいな感じだけどね。 あの過去からのいろんなね報道の内容だとか今回私が調べたような内容だとか、えー、篠原さんがおっ,しゃおっしゃられているような内容だとかね全部こうやってね突き詰めていくとね全部つながっちゃうんですよ。ねつながっちゃうんですよ。なんか矛盾矛盾点がなくつながっちゃうんですよ。というようなことを考えてもねどう考えてもね こういうことがね、あっていいんでしょうかというようなことはね、おかしいでしょうっていうね、感じですよね。もう何回も言いますけども、あの、KK 夫妻に関してはですね、あの、結婚会見で日本国民にね、えー、後,ろ後ろ足で砂をかけるような形でね、えー、ペットにつを引っ掛けてね、出てたわけですよ、あの2人はね。それで、とにかく一般人になりたいからもう私たちほっといてって、全然ほっといてないじゃない。すべて。 全てズブズブブでまだにサポートしてますよねで、えー、これはね昨日の動画なんかでもお話ししましたけども、えー、今現在週刊誌報道ではね3回目の試験が落ち,た落ちてしまったらですね A 組や殿下はもうサポートを打ち切るなんていうことを言ってますけども。 もしかしたら表面上ではね、打ち切りましたよっていう意味たらね、それこそまた上げ上げ報道等出るかもしれませんけども、私の想像ですけどもね、こんなものね、えー、何回落ちようがですね、絶対終わるわけないよね、サポートがね。ずーっと続いちゃいましよ。ずーっとずーっと、ずーっとね。 それこそですね、もしかしたら、もういい加減なところでね、ニューヨークの司法試験、もう何回受けてもダメだっていうことで諦めるっていうことになったとしても、じゃあ、何らかの忖度がね、起きて、例えばね、例のね、国連職員じゃありませんけども、また何かのコレクションを使って、どっかのとこに就職しましたっていうことになったとしても、結局そういったようなことで、ズブズブの支援状態がずっと続くわけですよ。 なおかつ海外にいたらですね日本の国内でかかるような警備費も何倍のお金がかかっちゃうわけですよね。プライベートのねそういうこと警備会社に頼みましたそれこそどっかのね月刊誌が言ってたようにシークレットサービスに頼みましたってね。なんていうことになったらどんだけ費用がかかるんですかそれは日本でかかるようなね実際の警備費用の何倍にもなるんですかっていう話になってくるわけですよね。というようなことでえっ、ー、とですね 実際にね、この前編部分と、あと今回のね、後編の部分のね、前後編ということで、もうとにかくね、このね、えー、頂点をあえて言ってますよ、今回はね。私のはね、あの、独り言だからね。<laughs> 頂点のこの A の宮、えー、家をね、中心として、A の宮殿下、A の宮ご夫妻を中心としてですね、その周りに吊るさがってるですね、人たち、全部ですね、前編の部分をいろいろ言いましたよね。この後,後半の部分でもいろいろ言いましたよね。 いったようなそのね団体だとか会社だとか組織だとか人だとか全部組み合わせて全部ズブズブなんじゃないですかズブズブっていう形でね見た時に全部ですね全部当てはまっちゃいますよって話ですよはいでですね今回最後にねこれだけこれも私のあくまでもの独り言ですよ私の独り言好きだっていうご視聴者の方も本当に嬉しいんですけど結構いらっしゃってですねこれも最後の独り言です これご覧くださいという感じなんですけどね。また15分になっちゃうからそろそろやめなきゃいけないんですけどもこれは最終的に図の形でまとめましたこれは前編部門でもねお話ししましたように F 大と MUFG と KK 息子の関係もう皆さんよくご存知の図式ですけどね関係自体はねで右日の方 MUFG と KK 息子以前は雇用関係でしたとねというようなことで えー、実際に、えー、その前編,前編部分でねお話ししましたように MUFG のねアメリカの関連会社から f 代に支援金が流れてますでハテナを3つぐらいねクエスチョンマーク3つぐらいつけましたけどこれはちょっと意味がありますで下の方のね黒い矢印これは皆さんご存知の通り KK 息子は えー、2018年に留学をしましまたで、えー、分かってるとことしては F 代からマーチン奨学金を、えー、受給されております経験息子自分のところから全然お金出してません生活費も含めてですね生活費は大総合法律事務所からまたまたズブズブ関係の大総合法律事務所からお金が出てますっていう話ですよねで上の方のですね支援金ハテナハテナハテナこれが、えー、ちょっとねある程度皆様の 想像にお任せすするしかないんですけれども例えばですけれども過去の週刊誌もしくはね月刊誌なんかにも出てましたけれどももともとのこのね下の方の矢印のマーチン奨学金さっき言いましたように F 代というのはね あのそういったような支援金だとか現金だとかねそれこそね地方債地方の債権の話なんかもしましたけどそういったようないろんなとこからね資金供給というかね資金調達をすることによってさっき2021なんか赤字なんていうことを言いましたけどもやっとね、えー、事業運営ができている大学だっていうことを言ってもね差し支えないと思います。そうううういっったよよななところにににでですすねねがもうすでに2回も回落ちちゃってるような人に、ね ね、授業料全額免除のマーチン奨学金を与えてるわけですよねそういったようなねこのねなんかよくわからない人間ね邦楽の勉強なんか全然していないような人間にですねマーチン奨学金を与えるほどの財力がですねこの F 代にあるんでしょうかっていうことを考えるとね上の方に書いてある「はてなはてなはてな」これね何でしょうかっていう話ですよね。 て言っちゃいます私のね、一人ごとですよ。一人ごとですけども、この下の方に書いてある、一応、名目上は F 代から KK、えー、息子にマーティン奨学金を与えられているというようなことは書いてありますけども、過去の報道においてはね、このマーティン奨学金のもともとの原資もね、例えばですけども、官房、領収書のいらない官房機密費から出てますよ、みたいなことも、週刊誌報道ではされとりました。かもね、みたいなことね。 私は今回、あえて別の切り口から言っちゃいますけど、独り言ね、独り言ですけども、MUFG からいくらかわからないけど、F 代に資金が流れてるわけですよ。支援金、義援金、支援金、まあ、寄付金という形でね。そこから、それがマーチン奨学金の原資になってんじゃないのみたいなことをね、独り言ですということです。これはあくまでも本当の独り言。想像にすぎませんけどね。というようなこと。 まあ、あの昨日からちょっと昨日というかね前編の部分からお話しさせてもらっている部分なんかを考えてもですね、えー、過去のこの MUFG グループのね頭、えー、取の方が、えーまあ、エミ並殿下のね、えー、名誉総裁をやられていたですね全日本テニス協会の会長を務めていたとかねこれはウィキペディアに書いてあるって前半部分で言いましたよねというようなことを考えてもですねこの例えばマーチン奨学金のもともとの原子はそこから流れてるっていうことも うん、考えられますね。はい、独り言でした。ということで、皆さん、どのように思われますでしょうかということです。ということで、えー、ね、あの、何回も言ってますけども、あくまでも想像です。あくまでも独り言ですけども、この独り言もしくは想像がですね、 全部ですね、矛盾がなく繋がってきちゃうところ、これが非常に不思議なところでありまして、まあ、矛盾がないから私も皆さんにですね、いろんなとこからね、それこそね、モルガン・スタンレーの無効の文章なんか170数ページありました。英文。で、F 大のアカデミック・レギュレーションも20ページ超ありました。あの、さすがに170ページ全部が全部細かくは見てませんけどね、ある程度のところを読み解いて、さっきちょっとお見せしたですね、F 大の えー、実際のね PL というか損益計算書なんかも引っ張ってきた次第です。というようなことを引っ張ってきてもですねなんかね私が今回、えー、前編もしくはこの後半でお話ししたようなことが全然矛盾を感じないんですね、えー、ということです。皆さんどのように思われますでしょうかねといったようなことでいろいろつらつらお話をしましたけどもいよいよもう間近ですね、えー、3回目の、えーまあ、合否発表 まあ農場じゃなないいかとうことは私はは感じますけどね、はい、ということでした。今回はありがとうございました。皆さんどのように思いますかまたいっぱいコメントお待ちしてます。バイバイ。